明石市議会本会議では、聴覚に障害がある屋根谷敦子市議が質問に立ち、旧優生保護法の被害者に寄り添った支援策について、泉市長の考えを尋ねました。旧優生保護法は、1948年から1996年まで存在した法律で、障害や精神疾患がある人たちに対し、中絶や不妊手術を行うことを認め、廃止されるまでの間におよそ2万5000人が手術を受けさせられました。屋根谷議員が国の一時金支給制度は配偶者が対象にならないなど不十分であると指摘しました。子供を産み育てる権利を奪われる苦しみは手術の時だけのものではありません。市として情報提供や国への申請のお手伝いなども含めてできる支援はないのでしょうか。犯罪被害者条例に加え、アスベスト被害者支援条例と優生保護法の被害者支援条例を3つの明石市の被害者支援条例という形で位置づけられないかと。少なくとも明石市としては、今回のこのテーマについてもしっかりと条例制定、そして条例に先立つ支援金支給というものをしていきたいと考えています。被害者が高齢であることも踏まえ、配偶者への支援金支給などは夏ごろをめどに行っていきたいとしています。